こんにちは、マオです。サンゴがね、硬い岩のようだというイメージの底のあなた、今日の動画でね、そんなイメージはもう払拭してください。今日の主役はアクアリストの皆様にとても人気がある花笠サンゴ。こちらの花笠サンゴの基本的な生態を紹介していきたいと思います。実はね、この花笠サンゴ、あまり研究が進んでいない種類でもあるんですよ。皆さん、それがなぜだかわかりますか？研究が進んでいない理由っていうのもね、動画の中で解説していきますので、ぜひなんでなのか考えながら動画を楽しんでください。それでは本日の動画も、行ってみよう。花笠サンゴといえば、長い触手をゆらゆらと伸ばしているのが特徴のサンゴ。見分け方はね、触手の数です。花笠サンゴはね、24本の触手を持っているんですよ。こんな見た目をしていますが、れっきとしたハードコーラルなんです。触手が縮むとね、中にはきちんと炭酸カルシウムでできた骨があります。パッと見はね、茶色の塊のような群体をしていて、正直海では全然目立ちません。海上の浜サンゴだと思って近づいたら、実は花笠サンゴでしたっていうことが多いです。しかし近づくとね、たくさんのお花が咲いているようで、その可愛さに見とれてしまいます。それもそのはず、花笠サンゴは英語でフラワーポットコーラルと呼ばれているんです。フラワーポットっていうのは植木鉢という意味。英語の名前をつけた方、センスバッチリですよね。では花笠サンゴは一体誰に近い仲間なんでしょうか？花笠サンゴはね、石サンゴ目、浜サンゴ科、花笠サンゴ属に分類されます。パッと見た見た目の通り浜サンゴ科だったんですね。ポリプの伸び方が違うため、生きている時の姿こそ全然違うんですが、実はね、浜サンゴと花笠サンゴの骨格が結構似ているんですよ。ちなみに花笠サンゴと同じくポリプを長く伸ばしているのが阿波サンゴ。パッと見はとっても似ているんですが、見た目も分類も全然違います。阿波サンゴはね、触手の数が12本、そして阿波サンゴは石サンゴ目、緑石科に分類されています。花笠サンゴ属は世界でこれまでに44種が報告されており、日本ではね、15種が生息しているそうです。しかし、どのような生態をしているのかや分類学的な研究がほとんど進んでいないんだそう。なぜかっていうと、種同定がとっても難しくて、どれが何の種類かきちんと明らかになっていないからなんです。緑石もそうなんですけど、サンゴってね、こう種類に特有の形っていうのがなかったり、分かりづらかったりするものが多いんですよ。そもそもね、分類学の中で種っていう単位は、同じ仲間を集めた一番小さいグループ。遺伝子解析技術などが発展する昔々、分類学者たちはね、似た形をしているものを種として定義したんです。これはね、現在でも使われている伝統的な分類手法で、形態学的種概念と言います。皆さん、種の概念って何個以上あると思います？実はね、20以上もあるんですよ。ありすぎますよね。教科書などでも使われているのが生物学的種概念というもので、これは自然界で繁殖し子孫を残すことができる生き物を種とするという考え方です。話が逸れてしまいましたが、まあ、このようにね、形っていうのは生き物を分類する上でとても大事なポイントになるんですよ。なんですけど、サンゴは特にね、その形がはっきりとしておらず、見た目で判別するのが難しいということ。特に花笠サンゴは分類に使えそうな種特有の形が少なくて、他の石サンゴ類以上に種同定が難しいようです。そのため、特定の種を除いてあまり研究に使われていないんだとか。種を見分けることの難しさがサンゴ研究の大きな障壁になっているんです。花笠サンゴ属は温帯から亜熱帯まで幅広く生息しています。種類によってね、生息している範囲は異なるかもしれないんですが、伊豆の方まで生息しているものもいるみたい。私もね、高知県行った際に大きな花笠サンゴを見ました。ある文献にはね、濁っている場所に多く見られるともね、書いてありました。花笠サンゴの代表的な種類は、キクメ花笠サンゴと花笠サンゴ。この2種は温帯から亜熱帯にかけてよくいる種類だそうです。これがね、おそらく花笠サンゴじゃないかなと思います。学名はゴニオポーラロバタ。群体は褐色で、口とその周りの触手の先端が白く、昼間でもポリプや触手が伸びています。触手はやや短めで、先端が丸くなっているそう。この子もね、褐色で、触手の先端は白くないんですけど、口は白いですよね。そしてね、触手はこれが短いのかどうかはわからないんですが、先端は丸みを帯びています。
そしてこちらがキクメハナガササンゴなのかコハナガササンゴなのかわからないんですよ。私がいつもお世話になっている有層性石サンゴ類種子島編を参照すると、まあ、そこに載ってるねキクメハナガササンゴの写真とそっくりなんですよね。さっき見たハナガササンゴよりもポリプが短くて全体的にちょっと灰色っぽいような白っぽいような色をしています。でもコーラルオブザワールドを参照するとなんかねもっとポリプが長く伸びている群体の写真なども載っていて、あれなんか違うんじゃないみたいな気がするんですよ。で次にねコハナガササンゴなんですが、これねハナガササンゴっていう名前がついているにもかかわらずハナガササンゴ族には含まれていないんです。もともとねコハナガササンゴもハナガササンゴ族の中に含まれていたんですけど、分類が見直された結果ハナガササンゴ族の他の仲間たちよりもハマサンゴ族などの方とより近いということが分かりました。またハナガササンゴ族とハマサンゴ族の間のような形をしていることから、新しくねコハナガササンゴのみからなる新しい族になったそうなんです。一族一種ってなんかかっこいいですよね。でコハナガササンゴなんですけど、これもね私が見たこの子に似てるんですよ。私が去年の夏にお世話になった黒潮生物研究所のウェブ図鑑をね参照してみました。するとコウハナガササンゴは昼間からよくポリプを伸ばしているが、短くバリカンで刈り揃えたようにポリプの長さが揃っているって書いてあるんですよ。いや私が見たこの子もめっちゃバリカンちゃバリカン。これがねコウハナガササンゴなのかな。もしねどっちが正解かわかる方いたらぜひコメント欄で教えてください。あとねこのコウハナガササンゴの呼び方、コハナガササンゴなのかコウハナガササンゴなのかどっちなのかね、私はコウハナガササンゴだと思うんですけど、皆さんはどっち派ですか。それもぜひ教えてください。他にもねオオハナガササンゴ、ハチノスハナガササンゴ、マルハナガササンゴなどの種類がいるみたいなんですけど、まだね種同定が正確でないのと、おそらく私がまだ見つけていないので紹介はまた今度、海で見つけれてまた種同定ができるようになったら紹介しますね。ハナガササンゴがどうやって増えるのかという話をしていきます。ハナガササンゴはね雌雄異体の抱卵胞性です。サンゴの繁殖方法についてはこちらの動画で詳しく解説しているので、まだチェックしていない方や気になる方ぜひこの動画見てみてください。雌雄異体なので一つの群体がまあオスかメスのどちらか、そして抱卵胞性なので産卵期になると卵や精子を海中へ放出します。少し古く1986年の文献なんですけど、グレートバリアリーフに生息しているさまざまなサンゴの繁殖についてまとめた論文を見てみると、ハナガササンゴの産卵はね日が沈んでから1時間後くらいに行われるそうです。石垣島でレギュラーの産卵が観察されていたんですよ。基本的に夜に産卵するはずのハナガササンゴがなんと朝の9時に産卵をしているところが目撃されています。私もね3年前くらいに変な時間に産卵しているサンゴを見たことがあるんですよね。緑石族って、まあ、7時半から11時くらいの間に産卵をするんですけど、産卵実験用に取ってきた小指緑石の1群体がねなぜか真っ昼間で水槽で産卵をしてたんですよ。本当に稀に変な時間に産卵しちゃってる子がいるんですかね。何が引き金でそのタイミングで産卵したのかは謎のままです。それでは最後にねハナガササンゴの特徴をまとめたいと思います。特徴その1、昼間でも長くポリプを伸ばしている。触手の数は24本。アワサンゴという種類も同じくポリプを伸ばしていて、まあパッと見はね似ているんですけど、アワサンゴの触手は12本で簡単に見分けることができます。特徴その2、ハマサンゴ科に含まれている。近づいてみるとねポリプの出方でハマサンゴとハナガササンゴの違いは一目瞭然なんですけど、遠目から見るとね確かにハマサンゴに似た群体形をしているんですよ。で骨格にしてみるとハマサンゴとハナガササンゴはとってもよく似ているんです。ハナガササンゴは石サンゴ目の中でも分類が特に難しい種類、そのため特定の種類を除いて研究が進んでいないという問題を抱えています。特徴その3、ハナガササンゴは温帯から亜熱帯にかけて広く生息している。種によって異なりますが伊豆の方にも生息していることが確認されています。特徴その4、代表的な種類はハナガササンゴとキクメハナガササンゴ。ハナガササンゴはねパッと見は褐色で、近寄ってみるとポリプの中央にある口が白くなっています。
この花笠サンゴ族っていうのは特に主導体が難しいので、本当に同定しようと思ったらきちんと骨格を見ないといけないようです。なので断定はできないんですけど、これがね花笠サンゴだと私が思っているもの。沖縄ではね多分一番よく見るんじゃないかな。そして花笠サンゴに続いておなじみなのが菊目花笠サンゴ。花笠サンゴよりも薄い白っぽい色をしているのが特徴。ちょっとねこの種類に関しては主導体が自信ないんですけど、これがね菊目花笠サンゴかなと思われるもの。ただし高花笠サンゴの可能性もあるので、もし分かる方いたらご教授いただけるととっても嬉しいです。特徴その5、花笠サンゴは雌雄異体で抱卵放精をする。産卵の時間はね日が沈んでから、まあ、約1時間後。しかし石垣島ではイレギュラーが目撃されており、なんとね朝の9時に産卵していた群体がいたそうです。遠目からでは地味そうなのに、近づくととっても花のある花笠サンゴ。なんだか雰囲気イケメンの逆をいくようなサンゴですよね。まあ、主導体が難しいということでね、こう自信を持って代表種を紹介できなかったのが悔やまれます。大学院生になりたての頃はね、緑石ですらこう主導体がめちゃくちゃ難しいと思っていたんですけど、なんか最近はね緑石より難しい種類の方が多くないって思ってます。まあサンゴの世界はね私たちが思っている以上に奥深い世界なのかもしれません。本日も最後まで動画を見ていただき本当にありがとうございました。今日の動画がへーっと思ったそこのあなた、ぜひグッドボタン取っちゃう。今日の動画でへーって思ったそこのあなた、ぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた来週の動画もお楽しみに。バイバーイ。